向こうで走ってるのってアスノか？おっと、お姉さん大丈夫？ごめんなさい。危ないから気をつけなよ。はい。大丈夫かアスノ？そんなに急いでどうしたんだ？あ、キリト君。そんなに急いでいるつもりはないんだけど。もし急ぎの用事とかクエストなら何か手伝うけど。いいの。クエストに行こうとは思ってるんだけど、特別急ぎでもないから。それにそのこのクエストは簡単だし、一人でパパッと済ませちゃうから。そうなのか。あ、じゃあいいけど。そんなことないよ。ああ、そうだ、用事が終わったら一緒にカフェにでも行かないか？用事がいつ終わるかはっきりわからないから待たせちゃうと思うの。それじゃあまた今度にしよう。ごめんね。それじゃあ、特別急いでないって言ってたけど、もしかすると何かを一人で抱えてるんじゃ。心配だな。後を追いかけてみよう。ここは牧場？アスナは NPC と会話中か。はい、わかりました。頑張ります。一応本当にクエストではあったみたいだな。牛さん、こっちよ。なんで走って向かってくるの？暴れ牛を牛舎に誘導してるのか。これこそ二人でやった方が効率いいのに、なんで協力を拒んだんだろう。でも一人でこなすつもりだとしたら、わざわざ手を貸すのも悪いよな。牛さん、この中に美味しい干し草があるわよ。だからなんで私に突進してくるのよ。呼ぶと私に向かってくるなら、逆にこの特性を利用しろってことかしら。私が牛舎の入り口に立って突進してくるところをギリギリで避けるとか。よし、それでもう一度やってみよう。なんかものすごい真剣だ。クエストのコツを必死に掴もうとしてるし、それにしてもこのクエスト。さあ牛さん、私はここよ。ギリギリまで粘って、さっとかわす。入った。これで一頭。さあ次はどの子を誘導しようかしら。終わりました、おじいさん。お嬢さん、ありがとう。ささ、これが牛の乳から作ったクリームだ。ついに。どうかこのクリームを町に住むゴードンという男に渡してくだされ。え？手伝ってもらった上に手間までかけて本当に申し訳ない。しかしこの老いぼれの足では町に行くまでに一日かかってしまうもん。牛たちを置いて遠出はできんのじゃ。わかりました。このクリームを町に届けるんですね。ではゴードンによろしくと伝えてくだされ。はい。アスナのやつ、大慌てだったと思えば次はへこんで。本当にアスナはどうしたんだろう。はあ、どうしよう、こんなのダメだよね。でも私我慢できない。あ、アスナ町に向かっているのか。追いかけないと。ああやって店の前でうなり続けてもう5分になるぞ。あの、すみません、黒パンください。はいよ、毎度あり。悩みに悩んで買ったのが黒パン。私でもやっぱり自分に嘘はつけない。あ、また走って。
何がアスナをそこまで駆り立てるんだ。しまった、見失った。もしかしてフィールドに出たのか。ようやくこの時が。いただきます。ん、アスナの声、こっちか。この味、この食感、まさに記憶していた通り。ううん、記憶以上だよ。SAO ではいろんなお料理を食べてきたけど、このクリームのせパンは忘れられない。もう一個食べちゃった。でも仕方ないよね、クリームのせパンは別腹だもん。うんうん。さて、二つ目いっちゃおう。別腹別腹。ああ、うんうん、別腹別腹。いや、お取り込み中でしたか。アスナ、落ち着いて、今飲み物を出すから。はあ、美味しかった。はあ、あんな姿を見られるなんてすごく屈辱的。よっぽど食べたかったんだな、クリームのせパン。うん、そんなにコソコソしなくても、俺に言ってくれたら手伝ったのに。だってクリームのせパンのためにムキになる姿なんて見られたくないんだもん。確かに必死だったな、牛を牛舎に誘導するところとか。え、そんなところまで見てたの。ごめん、アスナの様子がおかしかったから心配になって後をつけちゃったんだ。このクエストは町の女の子から牧場主のおじいさんの手伝いをしてほしいって頼まれるところから始まるんだけどね。その女の子が牧場では毎日美味しいクリームを作っているっていうのよ。それを聞いて、あの懐かしいクリームのせパンのことを思い出して、いても立ってもいられなくなっちゃって。この場所覚えてる？ああ、もちろん。アスナとクリームのせパンを食べた場所だ。ボソボソで美味しくない黒パンが、君からもらった一塗りのクリームですごく美味しくなったの。美味しいだけじゃない、あのパンはいろんなことを私に教えてくれた。何でもない一つのパンで、私は前へ進むことができたの。アスナにとってクリームのせパンは本当に特別なものなんだな。うん、大げさじゃないよ。だったらなおさら手伝ってくれって言ってくれればよかったのに。それは別に食い意地が張ってるなんて思わないぜ。そうじゃなくて、なんていうか、あの頃の私って、その今考えると恥ずかしいというか。恥ずかしい？なんで？もう私って生意気だったでしょ。なあ、確かにツンツンしてたよな、話しかけたらやられるみたいな感じで。そんな風に思ってたの？いや、例えだって。でもそっか、その頃のことを思い出してほしくなかったのか。だけどあの時のアスナも可愛くて俺は好きだけどな。本当にそう思ってる？あ、本当だよ。私もあの頃の君も今の君も大好きだよ。な照れるな。そっちが先に言ったんですからね。それはそうと、あのクリーム本当はゴードンさんって人に届けなくちゃいけなかったのに、どうしても我慢できずに食べちゃったわけだな。おじいさんにもゴードンさんにも悪いことしちゃった。それならもう一度牛の追い込みをすればいいんだよ。え、またクリームをもらえるの？ああ、クラインがこのクエストのことを話していたのを思い、あいつ間違ってクリームを届ける前に店に売っちゃったんだってさ。けどクエスト中は何回でも牛の追い込みにチャレンジできるみたいで、なんとかクリアしたって言ってたんだよ。そうなんだ。なあ、
今度は俺も手伝うよ。だから一緒にクリームを手に入れようぜ。うん、ありがとう。でもよかった、これでゴードンさんにクリームを届けられるんだもの。またアスナが食べたりしないかしっかり見張っててやるからな。もう今度はちゃんと届けます。はい、ゴードンさん、牧場のおじいさんからクリームのお届けです。これは牧場のじいさんのクリーム。いや、小さい頃によくこのクリームでパンを食ったことを思い出すよ。あ、やっぱりパンにつけて食べるのが基本なのね。村を大きくするためとか言って俺はこうして町に出てきたけど、結局は何もできないままもう村に帰ろうかとも思っていたところだったけど、このクリームを食べたらなんかやる気が出てきたよ。あんたには感謝してる。じいさんによろしく伝えてくれ。これでおじいさんに報告すればクエストも終了かな。ああ、クリームは名残惜しいけど、ゴードンさんもあんなに喜んでいたし。名残惜しいならまた食べればいいじゃないか。え、だってクエストが終わったらもうクリームはもらえないんじゃ。いや、この後牧場のじいさんに報告すると町でクリームを売り出す流れになるんだよ。そうすればいつでもクリームのせパンを食べることができるだろ。町で売り出す？うん、そう聞いたけど。それを早く言いなさいよね。さっきクエストを受けてる間だけ牛の追い込みがチャレンジできるって言ってたじゃない。そう言われたらクエストをクリアするともうクリームは手に入らないって思うのが普通でしょ。それは、まったくアスナさん、ごめんね、なんだか懐かしくなっちゃったの。私たち昔はよくこんなやりとりをしていたじゃない。君はゲームの常識を知り尽くしてて、私はゲームを始めたばかりだし、わからないことだらけで。だから君にとっては普通に思えることが、私にとっては驚きの連続だったの。その度にびっくりして、今みたいに、早く言いなさいよって。ああ、そういえば、よく言われていたかも。私に対する反応も、あの頃と一緒だったよ。これは多分条件反射みたいなものだと思う。え？それだとまるで私が怖い女の子みたいな感じじゃございません？いえ、決してそのようなことはありません。面白い。なんだか本当に昔の私たちみたいだね。はあ、そうだな。クリームを乗せた黒パンはこうしてたくさんの思い出を運んでくれる。美味しい食べ物はゲームの中にたくさんあるけど、あのクリームのせパンはそれだけじゃないんだよね。思い出のクリームのせパンか。ねえ、クエストが終わったら一緒にパンを食べようよ。ゆいちゃんやみんなも呼んで、それで今度はみんなとの新しい思い出のスタートを切ろう。いいね、今日はクリームのせパンパーティーだな。うん。アスナの意外な一面やSAO での思い出の数々が黒パンから溢れてくる。安くてクリームをつけなきゃ味気ない黒パンでも、こうしていろんな人の思い出が詰まっているのかもしれないな。